はい、緊急的に動画回しております、はい、これガチの緊急です。今日祝日、うん、お休みなんですよね、はい、確か誰かの誕生日やったよ今日。誰だっけ、2月23、はい、わかんない。天皇陛下の誕生日ですね。そうでしたね。びっくりした、もう周りの人かと思った。休みにもかかわらず UK も来てるし、うん、コバも来てると、さっきタックも来てたね、うん、頑張ってみんな仕事をしておりますが、はい、相変わらず BIC 忙しくやっておりますっていうご報告と、これはちょっと僕の編集でいこうかなと思ってます、はい、今回がノン編集で喋りだけでいこうかなと思います。これね、今回今からする話って結構大事なことなんで、はい、車乗ってる方は最後まで聞いてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、車の保険の話です今回、はい、最近ね、なんだかよくわからない電話かかってくるうちに、はい、保険の、まあ、例えば事故しました、当てられました、当てました、うん、保険会社さんから修理費を受け取りました、はい、まあ、要はその損害の当てられたにしては当てたにしろ自分で、うん、その損害を受け取った状態で修理をしてもらえませんかっていう依頼が来るんですよ、うん、なんで？いや、その受け取ることは全然いいんですよ、はい、それが間違いではなくて、はい、なんでその場で直さなかったかなって思うよ。そうですね、うん、なんでその最初に直さなかったのって思いますね。で、なんで直さなかったのって僕が思う、大事にしてるというか大切なことがあるんですよ、はい、この話が今から多分皆さんのこれからもし事故にあったり車を当てた時に保険を使う、もしくは当てられた相手の保険会社がお金を受け取るときに、はい、キーポイントになるお話になります、うん、はい、結論から言うと車両保険もしくは廃物で当てられた保険会社さん、相手の保険会社さんから修理費を受け取るときに、うん、修理をしませんという前提でお金を受け取ると、はい、間違いなく金額、はい、実質の金額より下がります。受け取れる金額がね、はい、間違いなく下がります、うん、で例えばヘッドライトだけ割れましたとか、はい、ミラーだけもげましただったらほぼ満額受け取れると思うよ、はい、軽微な修理、はい、大きくなればなるほど損傷が、はい、大きくなればなるほどその差額がどんどん広がってきます、はい、でちょうど僕の大事なお客さん、うん、このベルファイアなんですけど、うん、がちょうど同じ話になってて、うん、ここでこの方も車を当ててしまって車両保険使いますってなったんです、はい、で最初車をもう直さないで乗り換えようかなっていう話が出てたんです、うん、全然いいと思うんです、その話は、うんうん、だから僕がすべきことはこの修理の見積もりをします。相手の相手じゃない、今回はその車両保険のこの方が加入してた保険会社さんにその見積もりを渡す、はい、まあ、アジャスターさんっていう車の損害を見に来る保険会社の人がいてるんですけど、うん、今回外資系だったんで外部の調査会社の人が見に来て、はい、でその方が見積もりする、で僕も僕で見積もりする、その差額開き、アジャスターさんが書いた見積もり、僕が書いた見積もり100万以上開きありましたね。全然違うねってなるんですよ結局、はい、でそこでどういう話になっていくかっていうと、はい、まずやっぱり車直すんですか直さないんですかっていう話になるんですよ、はい、でお客さん悩んでます、お客さん電話して、まあ、こういう話になってますと、はい、お客さんからするとそんなに差が出るんですかって、はい、どっちも概算見積もりですからねって言うんですよ僕、うん、それは当然僕は直す側だから、うん、後でこれ出たら嫌だよね、後でこれ出たら嫌だよね、うん、要はね修理をしない場合と修理をする場合大きな差っていうのは、保険会社さんとしてはこれぐらい必要だろうっていう分しか書けないんですよ、はい、この場合で僕はいやこれも必要でしょっていう、どっちも概算なのねこの状態では、うん、でどん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 すり合わせしていく中で一番大事なのはこれフロント事故で今修理やってる最中なんだけど、うん、これ一番多分分かりやすくない、履いてきた時はヘッドライトもあってバンパーもついてて、うん、ボンネット今開いてるけど閉まってて、うん、バンパーもついてます、うん、その状態で見に来るんですよ、うん、そこから用意と思いますよ。そうね、うん、で外装パネルがついてると、はい、損傷を見れる箇所っていうのは限られてくるんですよね。そうですよね、中まで見れないから。そう。でそれを例えば、はい、今、腸があったから、はい、動画を見てくれてる人は分かりやすいんじゃねえかなと思ってこの車をお借りして動画を撮ってるんですが、例えばこれメンバーって言うんですけど、うん、分かる、うん、錆びてるの気づいてる、錆びてる気づいてるここね、はい、剥がれて、これは何なんていうと多分ここにヘッドライトがあって、うん、ヘッドライトがパッと押されて、うん、でここが当たってへこんでると、で一番大きく開きがあったのが今回100万ってすごいじゃないですか、うん、なんでそんな開くのって多分見てる人思うと思うんですけど、100万の7割ぐらい保険会社さんと相違があったのが、うん、このフレームですね、うん、ボンネット開けて覗き込んだ時にもちろんここ映せるそのベルトの引っかかってこのフレームに損傷があったのは保険会社の方も確認できてたんですよ、うん、あフレーム上がってるよねって、うん、残って
これ一番大事なモノコックのフレーム、うん、日本柱、エンジンが乗ってる日本柱の右側がちょっと右に振ってるよねって、うん、で見た感じも右側の損傷やったんですよ、うん、でも僕は波及損傷、はい、うん、損傷波及っていうの、波及で左側も行ってるから、うん、僕は左の方を重視して見てたんですよ、うん、この辺はもう変えてしまえば済む話であって、うん、ただ絶対こっち繋がってるから、このレインフォースっていうので、そうですね、右と左のメンバーが、だからこっち側もう行ってんじゃねえか、このメンバーとエンジンとは全部繋がってますから、ね、うん、だから綺麗にこれだけがこっち来るってことはないんですよ。で一番大きく出たのがここ、エンジンが乗っかってるマウント、これ部長真正面の方がいいんじゃないかな、わかる、うん、ひねってんのこうまっすぐ、これ上から見た状態じゃ分かんなかったよ、ね、分かんない、これどういうことかっていうと、うん、エンジンが左に振ってるんですよ、釣られてこの下のメンバーと一緒ともに、うん、だからグニュってなってる、本来はこれまっすぐっていうか、そう、もうちょっとこっちに行ってくれないとって感じだよね、これは上から見たら確かに、ああ大丈夫そうってなる、ね、そうそうそう、なんとなくしか分かんない、このラジエーターってさ、コンデンサーとかあるから、うん、ああもう余計いろいろついてるから、うん、見えない、でライトでこうやって見るんだけど、うん、厳しい、視覚効果で無理、あとここ、この電動パワーステなのかな、このモーターにも当たってるんですよ、うん、これこの辺も見積もり入ってないんですよ、そのアジャスターさんの見積もりに思いっきり当たってるでしょ、うん、あとはここのカプラあるね、こんなんも割れてるよね、あー本当だ、うん、取り付け具しかなくてない、うん、普通こんなとこ割れないんですよ、うん、右側ヒットして、なんで右側のヒットやのにバンバン見てもらったら早いんじゃないかな、これ見てください、これバンバンこうなんですよ、わかる、うん、左側無事でしょ、ね、左はそんなパッと見損傷が、うん、見て、ここなんよ、ヒットしたのは、これ、うん、ここだけ、この部分、うん、これだけやったら、そんな左までいろんなものが割れてるとは思わへんし、うん、このフレーム、このレインフォースもこんなに曲がってるとは思わないんですよ、まあ、これは確認できたけどね、目で、ね、普通に、うんうん、で、最後にとどめがこれ、これ多分カメラじゃ映りにくいんやと思うんやけど、これもフレーム、メインのこれ思いっきり反ってるから、いや、ほんまや、え、わかる、伝わらへんかな、こんな感じになってますね、そう、本来まっすぐないぞ、本来まっすぐなんだけど、うんでー曲がってる、こうこっちと触りにくいなカメラじゃ、あとはまあ下のメンバーとかねもう歪んでるし、どれぐらいやろ、10センチから15センチぐらい左に振ってるって感じですね、うん、まあそんな感じです、現状としては。だからこれね、何が言いたいかっていうと、保険会社さんのアジャスターの人が見積もりできないとかそういう話ではなくって、やっぱ見積もりする人も人間だし金銭が絡む話なんで、いつも僕が動画で言ってる、やっていかないとわからんところがあるわけですよ。話戻るけど、保険会社さんから金額を受け取った状態で BIC さんに直すっていうのは、うん、無理っていう理由がここにあって、うん、やりだしたらここもここもお金がかかりますよっていう、ここもここもかかりますよっていうパターンがあるんですよ、うん、で最終的にどうなるかっていうと、いや保険会社さんに言ってくださいよとか、うん、一番最初の見積もりはそれ入ってなかったですよそれって最初にディーラーに見積もり取ってもらってるんで、うん、ディーラーに言ってもらえませんかとか、あとはその内容で直してもらえませんかとか、ちょっとお金払えないんで、それはちょっと厳しくないです。そうですよね、やっぱり骨格重要なところが言ってたら、うん、それを直すのが僕らの仕事やし、はい、上から騙し騙しで直すことはできないじゃないですか、うん、修理するってことは修理イコール責任なんで、はい、じゃあこれどこで直したんですかって言われた時に BIC で直しました、しかも保険でなんて言われてみ、内容知らずに保険で直したのに直ってないってなるよ、見出しは、はい、車両保険で BIC 直した、うん、フレーム曲がってたらなるよ、うん、そういうこと言ってんですよ俺が言ってんの。だから保険会社さんと契約者さん、うん、もしくは賠償の対象になる相手の方であっても、うん、事情があって直さないっていうのは全然あり、選択権は、うん、ただこういうことになるっていうのだけは頭に入れとってもらった方が、ね、俺はいいんじゃないかなと思います、うん、これが現実、うん、オフィシャル一般的な言い方すると、直さんの直す、そもそも当てたんだから財産に傷を入れられたんだから、その分の修理費対価をもらう受け取るのが正解じゃないので、うん、直すも直さへんも関係ないやろ、うん、直す場合であろうが直さない場合であろうがきっかり金額もらうのが権利だーと思うんですけど、違うんです、現実はこうなんですよ、
現実は実際開けてみて相手の保険会社さんもしくは間に立ってるくれてる人、うん、でプラスお客さん絶対横にお客さんがいた状態で話し合って僕が今言ってるトライアングル、うん、これをゴールをどこに持っていくかっていうことだ。僕は一番お客さんにこの最初に言った時に損しますよ、うん、損しますって言い方おかしいんですけど直すってなった時に追い金かかりますよ絶対にって言った。そうね、30万って聞いてたのが50万っていうさっきのね、うん、やつになる。やっぱりそれは僕の性格分かって来てくれるお客さんだからやっぱ話が早いっていうかゴールが見える人なんで、うん、うーんってちょっと悩んだ結果細田さんやっぱりもう直しますわってめんどくさいですわって。だって直った後でも乗り換えできるやん。そう、お客さんそこに切り替えてくれたんよ、うん、俺の言葉を聞いて、はい、俺も言ったよはっきりと受け取って乗り換える、まあ、実際期間とか考えるとまあ確かにタイムイズマネーっていう考え方でいくといいかも分からんですよ、はい、ちょっと損切りしてでもお金受け取ってスッパッと乗り換える、うん、で実際この状態でも売れるから査定も実際したんですよ、うん、でいい値段ついたんで受け取り金額とその査定金額合わせて、うん、プラス追い金して乗り換えるっていうのもありやったと思うんですけど、お客さんが言ってくれたのは俺嬉しかったんだけど、これ預けてもう 3,4 ヶ月経つし実際、うんうん、で見積もりもしてもらって駐車場代も払わなあかんやろうし、いつも動画も見てますってあのフェラーリじゃないけどこれで修理しないっていうのはなんか俺の中で違うんで、うん、もう修理してくださいって、うん、で修理し終わったらちょっと乗って売って乗り換えますわって、うんうん、その間なんか新しい車出るかもわからんしねとか言いながら、それはそれで僕にとっては嬉しい決断をしてくれた。もうお客さん言ってましたけどね、細田さん修理してお金もらうっていうのが BIC としての会社だからその貢献にもなるし、だったらもう直してくださいみたいな。ああ、うん、なんかそのややこしい話にはなってないんだけど、うん、そうややこしい話になるぐらいだったらもう直してくださいっていう風に言ってくれたんですよ、うん、どっちでもいいですよって、うん、ただ僕はお客さんのこと思うからそれ当然僕のこと考えてくれるのは嬉しいけど、僕はお客さんが第一なんで直すっていう選択肢と直さないっていう選択肢両方テーブルに置いて、時間的なことで言うとこっちの方がこうメリットデメリットですよね。で直すって言ってもメリットデメリットがある、うん、でこの直す場合のデメリットメリットっていうのは特になくって普通の動きですって、うん、やっぱ直さないっていうところでこういう話が出てるんで実際、うん、これを普通に直すってなればそんな話出ないですよ、うん、保険会社さんが入って直してでお客さんもう直って戻ってきたっていう結果出てるんで、あとはご飯飯屋さん行ってお腹が空いたから BIC に来てご飯を食べた直ったとイコールなんですよ、うん、あとお金払うだけでしょ、うん、お客さんが払うんじゃなくて保険会社さんがこの車両保険っていう形で BIC に払うっていうだけなんで、そのタイムラグもその決断が早ければ早いほどうちも早く手付けれるし早く修理にかかれるんで、うん、っていう形ですね、はい、お客さんにとってはそっちでも良かったんじゃないかな、まあ、どっちでも良かったんだけど今回はそういう選択肢になったので良、はい、かったんじゃないかなと思います。はい、はい、なんで保険の窓口みたいな感じにちょっと今最近なっちゃってて結構いろんな電話かかってくるんですよ、うん、でも正直例えば過失案件とかこういう事故でこういう風になってるんですけどどう思いますかとか、うん、あと対物超過でこういう風に言われてるんですけどどう思いますかっていう質問が結構来てて、うん、はっきり言うときますけど僕お客さんがいてお客さんがその方がいいだろうと思って動画出してるんで、うん、それをぜひで言うと絶って取る人はここいいよね、細田も頼んだらなんか揉めそうなこともスッといきそうだよね、あとはなんか人柄見て修理頼みたいなっていう人が来てくれればいいなと思ってるだけで、なんかトラブったやつとか過失とかを精査する精算できる弁護士でもないし調査なんとか調査団でもないんで、うん、なんでうちは基本的には修理業者です、はい、板金塗装で保険であろうが実費であろうが車の傷とかへこみを直すで直すだけではなくて直すっていうところを通じてお客さんに一番メリットがあるだろうっていう提案をするのが仕事だと思ってるんで、だからすでに始まった何か物事を動かしたりとか明後日の方向行ってる話をこっちに戻すっていうのはできないんで、そこだけちょっと動画で言うとこうかなと思います。はい、だから僕の動画を見てこれも一つの知識になると思うよ、うん、あそっかって直さないっていうところから一つボトルネックになるんだなと。直さないっていう時は決断した方がいいと思います。誰に何を言われようがもう直さないんだったら保険会社さんが暫定する金額で折り合いつけるのが多分一番早いんじゃないかなと僕は思います、うん、はい、賛否あると思いますけどね、これは単純に僕の感想なんで、はい、はい、いろいろやってきた上で、うん、この方がいいんじゃねって思ってるだけなんで、まあ、いろんな車の事故はね過失とか状況とかはたまた担当者、はい、相手の保険会社さんの担当者もしくはこっちの保険の担当者さん、うん、事故の相手がいたら相手の対応相手さんの対応だったりでいろんなことが目まぐるしく変わっていくんで、一つの出来事でその辺をフルカバーできるような車屋さんに持っていくのが一番じゃないかなと思いますね。はい、はい、いつも僕が言う物事は俯瞰で見ること、全体で見ることが大事です。はい、ではいきましょう。